韓国空軍がエレファントウォーク訓練を行った情報をキャッチしました。案内役のアミカです。今回は、この韓国空軍エレファントウォークの状況を詳しく見ていきます。北朝鮮への対抗処置でしょうが、朝鮮半島情勢も緊張感が高まっています。F-35A 戦闘機も40機導入していたのですね。動いてないからわからなかった。韓国の各メディアの記事によると、韓国空軍が北朝鮮による弾道ミサイル ICBM 発射実験を繰り返していることに対抗して、2022年3月25日に国内のどこかの空軍基地において、最新鋭の第5世代ステルス戦闘機 F-35A、ライトニング2によるエレファントウォークを実施したと報じている。また、韓国国防部は、このエレファントウォーク訓練に際して、ジョアサヒ・ソウク国防部長官が、訓練が実施された空軍基地を訪れ、F-35A のエレファントウォークを指揮したほか、北朝鮮の ICBM 発射に関連するものとして、軍事対応体制を確認したと発表した。徐長官が、今回の訪問に先立ち、1月31日には、韓国陸軍のミサイル司令部を視察していたが、このことについて、韓国国防部は、ミサイル司令部に続いて、戦略上の中心となる、ステルス戦闘機部隊の訓練を視察するのは、我が軍のミサイル防衛体制体制と、その能力を北朝鮮に知らしめることにあると、述べている。また、徐長官は、北による ICBM 発射実験は、複数の国連決議に、明らかに違反するものであり、半島のみならず、国際社会全体の平和と安全を脅かす行為であるとして、韓国空軍は、あらゆる天候でも、隠密に敵地に侵攻し、精密な空爆を実施する能力を誇る F-35A を最大限活用して、敵を圧倒し、北によるさらなる ICBM 発射や核実験などの挑発的行為を抑止すべく、万全の軍事対応体制を維持しなくてはならないと、強調して、北朝鮮が繰り返す ICBM 発射実験を糾弾し、部隊指揮官とパイロットに対して、常に、万全の体制を維持するように、指示を出した。この韓国空軍が実施したエレファントウォーク、エレハント、ウォークは、アメリカ空軍が始めたもので、離陸前の航空機が集合して密集する隊列を組んで、そのまま滑走路を走行するもので、もともとは、実戦で、同時に多数機を離陸させることを想定した最小間隔離陸、ミニマム、インターバル、テイクオフの訓練とされている。エレファントウォークの、そもそもの始まりは、第二次世界大戦まで遡り、連合国であるアメリカやイギリスがドイツ、そして日本を爆撃するため、多数の爆撃機を、一箇所の基地から次々に離陸させる際に、巨大な爆撃機が、象の群れが並んでいるかのように連なって動いたことが、その語源と言われている。そのような由来から、アメリカ空軍のエレファントウォークには、有事の即応体制と作戦に参加する、航空機の能力を誇示するほか、部隊の士気を高めるために実施されることが多いとされるほか、今回の韓国空軍のように、訓練や演習の一環として実施される場合もある。この日のエレファントウォークには、28機の F-35A が参加したが、このように、韓国軍が、大規模な G 行動を行ったのは、現在のインスズエツ、ユンソンによる新政権になってから初めてである。韓国では F-35A の導入を決定して以来、2018年3月に1号機が納入されてから、2022年1月に最後の40機が納入されて、F-35A は全40機の納入が完了しており、40機の購入費用は約7兆7700億ウォン、約7770億円とされている。なお、統合打撃戦闘機、JSF として開発された F-35 には、通常離陸型、CTOL の A 型、垂直、短距離離着陸型、ストーブルの B 型、
艦載機型、CV の C 型の3タイプがあり、アメリカ軍では、空軍が A 型、海軍が空母艦載機として C 型、海兵隊がライトニング空母と呼ばれる強襲揚陸艦での運用に、B 型と空母艦載部隊として C 型を運用しているほか、日本では航空自衛隊が基地飛行隊に A 型105機を導入し、現在、空母としての改装が進められている海上自衛隊の、出雲、型護衛艦、出雲、と、加賀、に搭載運用するとして、B 型42機の導入が予定されている。この垂直、短距離着陸型の B 型について、韓国空軍にも、導入が検討されていて、日本の、出雲、型護衛艦の空母化に、刺激を受けた韓国軍が、現在運用中の徳島級強襲揚陸艦の後継艦での運用を計画しており、その艦載機として、次の発注予定の A 型20機を B 型に変更することが検討されている。韓国空軍では、2022年1月4日に F-35A による事故を起こしていて、同日の午後0時51分頃、F-35A が訓練中に、機体の航空電子系統が、異常を起こして、ランディングギア、着陸装置が降りなくなり、多田機を南道祖山にある空軍基地の滑走路に胴体着陸した。韓国軍側は、機体の欠陥ではないかと指摘していて、アメリカのロッキード・マーティンから、技術者が韓国入りするなどとの報道があったが、韓国では、現在、新型コロナ感染が、世界で最もひどいとされる状況にあって、調査団が現地入りしたとの情報ないばかりか、この損傷した機体の修理や、事故原因の究明などに関する情報は、全く伝えられていない。F-35 の導入を検討している国が多いことから、大量の発注が見込まれ、その製造に対応するために、アメリカ本国でキサス州のフォートワースにあるロッキード・マーティンの工場のみならず、日本の名古屋とイタリアのカーメリに、最終組み立て、検査施設、FCO、ファイナル、アセンブリー、アンド、チェック、アウトが設置されている。また、整備、修理においても、ステルス性能をはじめとした各種性能の、維持やブラックボックスなど、ロッキード・マーティンの技術者しか触ることが許されない、部分のメンテナンスと修理、オーバーホール、将来的なアップグレード作業を実施するための国際整備拠点として、MRO&U、メインテナンス、リペアル、オーバーホール、アップグレーネが設けられているが、アメリカのフォートワースの他には、FCO があるイタリアのカーメリと、日本の名古屋と、オーストラリアのウィリアムズタウンにしかない。韓国の F-35 の整備や修理は、本来であれば、距離が近い日本の MRO&U を利用するのが普通であるが、日本に対して敵対心を持つ韓国は、それを拒み、オーストラリアでのメンテナンスを望んでいるというが、オーストラリアでは、今回の事故機の原因究明や修理は、できないようである。そのため、韓国では、今回の事故機をアメリカ本国に送ることも検討されているようであるが、船便での往復となり、膨大な日数と経費が必要となるであろう。日本としては、外交関係が悪化していることに関係なく、韓国からの依頼があれば、メンテナンスを引き受けることに、全く問題はないのであるが、韓国は、MRO&U を運営している、三菱重工業に対して、韓国は、元徴用工が、賠償請求裁判を起こしているため、三菱重工業に依頼ができないのである。三菱重工業としても、韓国の F-35 の整備を裁判を理由に断るつもりはないのであるが、韓国は自ら頼むことができず、挙句の果てには日本の拠点利用について日本やアメリカから正式なオファーがないなどと、日本とアメリカが名古屋を使ってくださいと頼んでこないから利用しないと言い出す始末である。今回の事故機の修理だけでなく、
運用している他の機体のメンテナンスをどうするつもりなのか。日本は、冷ややかに、韓国のアクションを見守るのみである。